真っ赤な炎と煙が激しく噴き出しています。今日午後3時ごろ、栗山町朝日台でモデルハウスから白煙が出ているなどと119番通報がありました。燃えているのは住宅展示場のモデルハウスですが、現在は閉鎖されています。現在複数の建物に延焼していて、消防車15台が出動し、現在も消火活動が続けられています。これまでに怪我人の情報は入っていません。現場にはモデルハウスとして使われた建物が複数建っているほか、工場も隣接しています。